2024年、費用対効果が最も高かったウェブ集客方法は何でしょうか？その集客方法が今ものすごい効果を出し始めています。従来のウェブ集客といえば SNS が主流でしたよね。2010年頃から一気に普及した SNS はウェブ集客にも大いに活用されてきましたが、最近だと SNS 各社のコンプライアンスが難しくなっていることもあり、かつてほど集客ができる媒体ではなくなってきてしまいました。その代わりに使われ始めたのが広告です。しかし2024年の今、 SNS でもない広告でもない AI を使ったウェブ集客法がものすごい効果を出し始めています。私たちが実際にこの集客法を取り入れてみたところ、18の集客の問題について圧倒的な時短と効果を立証できました。実際3人の子育て中のある女性はこのウェブ集客法を取り入れたことで、たった1ヶ月で毎日10リスト集まる仕組みと仕掛けを作ることができました。女性起業家のウェブ集客を13年間研究し続けてきましたが、この手法は女性起業家のウェブ集客だけではなく、ライフスタイルも大きく変えることになるかもしれません。SNS を毎日更新しなくてもリストが集まり続ける方法なので、今チーム全員でこの手法を取り入れ始めています。さて、注目されている AI を使ったウェブ集客法とは一体どんな方法なのでしょうか？次のページからご覧いただけます。今すぐ下のボタンから確認してください。